それでは4月1日付の人事異動について、お話をさせていただきます。令和3年度は長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ2025の初年度にあたります。新たな総合計画の初年度として計画に掲げる施策を力強く展開していきたいと考えておりまして、組織職員の総合力を生かしながらさまざまな課題の解決、目標の達成に向けて具体的な施策を積極的かつ効果的に推進するため所要の組織改正並びに人事異動を行ったところであります。組織改正については新たな総合計画を全庁的に推進していくこととし、合わせて新型コロナウイルス感染症対策に継続してこれも全庁を挙げて取り組んでいく必要がありますため、年度当初からすぐにいろいろな政策の推進に総合力を生かせるように部の新設などの部局を超える大幅な組織再編はこれを実施いたしませんでした。課や室の改正なども必要最小限として農林業における産地対策あるいは集落対策等の推進強化のための農林部各課室の再編などにとどめたところであります。結果は別紙の通りとしたところであります。そういった中でもデジタル改革についてはスピード感を持ってこれを推進していく必要があると考え、令和2年度に新設いたしました次世代情報化推進室などを中心として各部局にデジタル改革推進員を設置することで庁内の連携体制を強化し、ソサエティ 5.0 の実現に向けた施策を推進していくことといたしております。人事異動については行政の継続性専門性を保ちながらさまざまな課題の解決や目標達成に向けて効果的効率的に取り組んでいくことができるよう、一定必要な期間在職をさせることを前提としながら、それぞれの職員の意向適性経歴などを見極めた上でその専門性総合力を生かせるような適材適所の人事配置に力を注いだところであります。在職期間については先ほども申し上げましたが、施策の進捗状況等を踏まえ具体的な成果をしっかりと出していくために必要な期間在職をさせるという基本姿勢で働いてまいりました。特に新型コロナウイルス感染症対策については万全を期すために主要な職務に従事する職員には継続して在職し対応してもらうこととしたところであります。それから女性職員の登用についてでありますが、新たに部長級職員あるいは次長級職員へ登用を図るとともに、優秀な女性職員を本庁課長や企画官という責任ある役職へ積極的に配置いたしました。また若手の女性職員を本庁課長補佐等へ登用いたしまして、意欲と能力のある女性職員がこれからの管理職としての役割を早期に担えるようキャリア形成に意欲を用いたところであります。またこのほか各市や町との連携をより一層深め、県と市町とが地域の課題を一体となって解決してまいりますために引き続き県市町職員の人事交流を推進してまいりますとともに、九州各県との人事交流あるいは民間海外への研修派遣などについても積極的に対応することとし、職員の人材育成に努めることとしております。人事異動の主なものおよびその人員等についてはお配りをさせていただいている資料の通りであります。あとはどうぞよろしくお願いします。次に幹事社の方からご質問お願いします。西日本新聞です。幹事社の西日本新聞岡部と申します。今回
の人事につきまして今ご説明いただきましたけれども、今回の人事異動の狙いとあと最も力を入れた部分目玉がどこになるのかというのをまずお伺いできますでしょうか。先ほど申し上げました通り今回最も範囲いたしましたのは、コロナ感染症が未だ収束をしてないという状況でありまして最優先課題で、全庁を挙げてこれを対策を継続して取り組んでいく必要があるとこう考えました。したがって主たる担当職員についてはほとんどの職員残留していただくという形を取ったところであります。そういう中で総合計画も新たにスタートしてまいりますのでそういった横の連携体制をさらに強化するという考え方のもと、したがって組織的には既存の組織を活用しながら連携を継続して進めて所要の目標達成に全力を注いでいくという考え方のもと取り組んでまいりましたので、移動規模も近年最小の移動規模になっておりますし、ドイツ職への、在家年数も長くなっているのではなかろうかと考えているところであります。それから、先ほどもこれも申しました女性職員の積極的な登用を図っていくことに意を用いたところで、今女性職員の積極的な登用のお話がありましたけれども、今回初めて女性職員を起用するポストなどはありますでしょうか。これはですね、従前から継続して積極的な登用に努めていくという方針のもと、計画的な目標数値も掲げながら取り組みを進めてまいりましたけれども、どうしても管理職層に達する女性職員の人員構成自体が相当低いということもありまして、例えば部長職相当職に女性職員の割合が非常に低かったわけでありますけれども、今回は部長相当職として2名の女性職員を配置するということになったところであります。で、それは事業継続計画の中で目標数値を定めてその達成に向けて毎年努力を重ねてきているという形で取り組んできたところ。実際今回女性職員の登用を進めたことで、実人数として昨年度までの何人だったのが何人になったかというところと、女性管理職の割合が前年度と比べて何パーセントから何パーセントになったかというのもお伺いできますでしょうか。女性の管理職、これ課長級以上の職員の数ですけれども、昨年度令和2年度53名でありましたが、新年度からは58名プラス5名という形になってまいります。その結果管理職に占める女性職員の割合、これが令和2年度は 13.4% でありましたが、令和3年度は 14.5% まで上がるという形になっております。ありがとうございます。女性職員の起用を進める中で、彼女たちに指示として期待されるようなことというのはございますでしょうか。やはりですね、男性職員管理職の割合が高いということで、女性の視点からの施策のあり方、これやっぱり女性職員の皆様の意見視点というのをもっと政策の中に生かしていく必要があるとかねがね考えてきたところでありまして、もっとそのいろんな視点からの施策の充実が
可能になってくるのではないかと期待をしております。最後に1点で、今回大幅な組織改編は実施しないということでしたけれども、小規模なものはあったかと思います。特筆すべきところがあればお伺いできますでしょうか。組織を変えたのは、先ほどお話をさせていただきました農林部の課室を一部再編したところにとどまっております。で、積極的な政策を推進していきたいとこう考えた、デジタル改革の分野、これは昨年新たな組織を設けて推進しておりますので、今年は、その延長線上で具体的な政策の推進に取り組むということにいたしております。西日本新聞からは以上です。KTN の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。先ほどのデジタル改革推進の関係なんですけれども、具体的にどういった方々、スキルを持った方々を、各部局に配置されているのかですとか、何人体制とか、具体的にどのようなことをその各部局でなさるのかっていうところをもしよろしければ教えてください。このデジタル改革は2面あると思っておりまして、一つはですね、行政のデジタル改革、行政自体をもう少し効率的にサービスの質を高めていく、そして生産性を高めていくための取り組みが大変重要である。もう一つはデジタル技術を活用して広く社会のいろんな課題の解決に結びつけていく、あるいは産業の活性化に結びつけていく、生産性を向上し新しい付加価値を高めて県内の産業自体を質を含めて改革していく、そういった二面性があるとこう考えておりまして、この次世代情報化推進室はどちらかというと広い視点で社会の課題の解決にこのデジタルトランスフォーメーションを積極的に導入していこうと。でその際もちろん専門的な知見を有する方々の力もお借りしていかなければいけないと思っておりますけれども、そういった方々を一部ご協力をいただく体制を作っていくとともに、あとはその内部の職員の活用の中で連携を図りながらそれぞれの分野で積極的に推進していくということにいたしました。具体的にはその各部局のはこれ内部ですか。各部局の内部でですね、それぞれの例えば筆頭課のところに推進を設けまして、今知事からありました対外的なところプラスその行政としてのデジタル化、それを両方ですね推進できるところを、基本的には1名ずつという形で置いていきますけれども、それは各部局の体制に応じてですね、少し柔軟な形でやっていきたいと思います。ありがとうございます。すいません、あと女性職員の管理職の登用に関してなんですけれども、おそらく2020年度に 14% までその占める割合を上げるっていう目標を掲げられてたと思うんですが、来年度、14.5% までという数字、載せることができたということに関して知事の受け止めを。実は令和2年度の目標数字として 14% 達成の目標を掲げてきたところでありますが、残念ながら 13.4% ということで若干届かないような状況でありましたけれども、今回改めてその令和3年から令和7年までの数値目標として令和7年度 20% という目標を掲げて改めてチャレンジしていくことにしているところでありますけれども、積極的な登用を図っていきたいとこう考えてきたところでありますが、どうしても今の管理職世代の方々ぐらいまではどうしても女性職員の皆様方結婚をされて出産をされると退社をされる方々が非常に多かったと
という状況でありますので、管理職層に占める女性職員の割合自体が相当低い状況になっているわけであります。しかしながら時代の趨勢でもありますし、もっと女性職員に活躍をしていただく必要があるということで、この間キャリア育成を含めて、いろんな部署に活躍していただけるような環境を整えるという形で取り組んできて、徐々に女性職員の割合もそれぞれの年代層に応じて高くなりつつあります。そういう中でようやく少しずつその管理職の中の女性職員の皆様方の割合も高めることができるような状況になってきたということでありますので、今後とも継続して女性の皆様方に活躍していただけるような環境を整えていかなければいけないと思っております。弊社からは以上です。ありがとうございます。各社の皆様方からご質問お願いしたいと思います。ございませんでしょうか。私新聞、朝日新聞の横山と申します。移動規模が近年最小の移動規模ということでおっしゃったと思うんですが、いただいている談話の4ページのこの前年度との比較を見ると、この課長級と課長補佐級の移動が多いように見えてですね、その どのあたりがこう移動規模が小さいというところかなっていうのを教えていただけないでしょうか。これは移動の人数1万人の1149人、前年が1174人、去年もさほど多い年ではなかったんですが、そういうことでこれは1174人も一番低い数字でありましたけれど、それよりも規模的に、今年の4月の移動は少なくなっているという状況です。一番低い数字とおっしゃると、この組織の歴史の中で最小の移動規模だったっていうふうに捉えていいものなんですか。これはですね、実は手元に今私持ってるのが平成23年以降なんですが、近年分かる範囲で言えばですね、最小という形になります。具体的にはですね、平成の7年以降は手元にあるんです。ちょっとそれ以前は分からないという状況なので、すみません、あともう一点、この農林部のこの再編というのは、なぜ どういう趣旨でどこをどうされて、これは なぜされたというところをお聞かせいただけないでしょうか。これはいわゆる農林部のサイドも新たな産業の担い手、いわゆる農業担い手を農村にしっかりと呼び込んで育てていく、そういう施策の推進にもっと力を入れていく必要があるものと、こういうことで産地対策と集落対策っていうんでしょうか、農業生産にもっと積極的に力を入れていくという目標に合わせて、集落対策、農村地域自体が高齢化がどんどん進んで離農者も増えていくというような状況でありますので、そういった地域にもっと若い方々を外から呼び込んで活躍していただけるような、そういう環境を整えていく必要があるという前提で、組織改編の中でご紹介しておりますように、農産村振興課と農産村対策室を若干機能強化するような形で、農産村の振興を大きな目標とする担当の課の組織立てをしたということになってまいります。あとどうぞ、何か足りないところがあったらどうぞ。他にございませんでしょうか。
NHK の玉田です。数の部分でお尋ねなんですけれども、女性職員の管理職の、人数が先ほど課長級以上53から58というところで、それぞれ部長級、次長級、部長級、次長級、次長級、課長級で今年度と来年度数がどのように変わっているか、お尋ねできますでしょうか。はい、部長級から申しますと、令和2年度1名が令和3年度2名になります。プラス1名です。次長級は令和2年度3名が令和3年度3名、増減ありません。そして本庁のポスト課長企画官、これに、登用した数が令和2年度は16名でありましたけれども、令和3年度は18名ということでプラス2名になっております。ちなみに課長級以下になりますけれども、課長補佐係長級、この方々の数令和2年度348名でありましたが、令和3年度は356名ということでプラス8名ということであります。役職員全体で401名が414名ということで、プラス13名となっております。ありがとうございます。何か分かりませんでしょうか。すみません、朝日新聞の横です。繰り返しすみません。コロナ対策もあって、この残留させた方が多かったというお話だったかと思いますが、そのコロナ対策 その前線に立たれている方の中で、特にもうこういうポストの方々には残留していただいたっていう、なんとか部長とかなんとか 次長とか、個人名を教えていただきたいわけではなくて、こういう方が特に大事にしたっていうのを教えていただけないでしょうか。感染症対策に中心的な立場で活躍していただいているのが、福祉保健部長、福祉保健課長、福祉保健課の企画官、保健看護官、同じく3次、これはコロナ事務局も兼務していただいてます。医療政策課長、医療政策課企画官、もう一人企画官がおります。そして医療政策課医療官、そして総務部の方にもコロナ戦略チームを設けておりますけれども、総務部長、総務部次長、いずれも継続して業務に当たっていただくようにいたしております。最後のご質問をお願いしたいと思いますが、ございませんでしょうか。内容でしたら人事関係の会見を終了させていただきます。引き続き